皆さんこんにちは、フクロウです。今回はアナザーエデンの蘇る魔性、翻る剣先をやっていきたいと思います。で、まあ1戦目から6時間後が経過して、月絵の森でねイベントが始まっていきます。で、まあ、若干考えたんですが、ストーリーの前編を載せるとね長くなってしまうので、ストーリーの方は限定公開にしてあります。まあ、おそらくね、再生リストから見れると思うんでね、探してもらえればいいかなと思います。で、まあ、いろいろあってですね、このままこの3体と戦闘になっていきます。まあ、従来通りね、敵の数が増えて、特に弱点もないのかなというふうに思ってたんですけどね、こちらに真っ赤な嘘というふうになっていて、まあ、2戦目からですが、まあ、若干のね変化が見られるという風になっています。変化が見られるのはですね、まあ、HP が半分ぐらいになったところなんですよね。で、私はねそういうの知らないんで、これ A4 使ってね一気に削ってしまったんですが、ある程度 HP を削られるとですね、このように3体集まって、まあ、合体してしまうという風になっています。で、2戦目はですね、この合体したこいつを倒せば終了という感じになります。ということでね、ここからが本番ですね。で、こちらの敵注意しないといけないのが、1ターン目ね単体石化をしてきます。ということで、まあ、状態異常回復に、まあ、石化無効バッジをつけてね、石化を解けるようにしておいた方がいいかなという感じはします。まあ、リフレッシュリープとか使えばね、簡単に解除できるんで、そこだけはね、注意しないといけないかなと思います。2体目はね、非属性全体攻撃で、非属性耐性ダウンが効いています。で、3ターン目はね、おそらく無属性全体攻撃を放ってきて、で、4ターン目も無属性全体攻撃を使ってきます。で、これら一連のね、パターンが終わると、またね、1に戻るということなんで、まあ、マリエルのね、オーロラとリフレッシュリープがあれば、簡単に倒せるかなというくらいのレベルにはなっていますが、まあ、初見でいきなり行くとね、びっくりするかもしれないですね。で、こっからね、AF を貯めたりいろいろあって、長くなるんで、若干スキップしています。今ちょうどね、マリエルが石化を食らってしまったので、まあ、AF でね、仕留めてしまおうという感じのことになります。で、まあ、これでね、無事勝利をすることができたという感じになります。ちなみに、次は、魔獣城に6時間後というようなね、こととなっています。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それでは、バイバイ。